京成線でシャオシャオ号、レイレイ号の運転が始まりました。今年6月23日に誕生したシャオシャオとレイレイの名前は、8月7日から一般公募された計 192,712 件の応募の中から決定されました。そのことから、シャオシャオレイレイの命名を記念し、お祝いのヘッドマークを掲出した列車の運行が、今日16日始まりました。記念ヘッドマーク列車は、京成電鉄3000型車両に編成で、それぞれ、シャオシャオ号、レイレイ号として運行されます。京成電鉄によると、当面の間ヘッドマーク掲出車両の運行が行われるということです。これで、10月16日のKABニュースを終わります。